ホラーゲーム好きの皆さん、こんばんは。今回はベンディ&ザ・ダークリバイバルの続きやっていきたいと思います。ですね、うわ、すごいぐるんと向いたな。チャプター3ですね。ここからやっていきましょう。まずは鍵を開けるために電気をリチャージします。このジェントと呼ばれるね、ジェントパイプか。これが武器にもなり、そして鍵にもなると。これで開くよな。さあ、これで開きましたね。いやー、もうめちゃくちゃ面白いのでね、ぜひね、最初から見てない方はね、最初からの動画を見ていただきたいんですが、あら？壊れてるな。壊れてますね。で、アニメーションスタジオのオードリーというね、女性が主人公のホラーゲームです。翻訳できなかった。はい、なんかありますね。私たちはネズミのように出入りしています。その場を駆け巡る人々は押したりしている。このエレベーターシステムのセットアップ方法を見ると、ここで働いている従業員は10人しかいなかったと思われるでしょう。一日中このホールは上がるのを待っている人でいっぱいです。終了時間になると雑誌を手に取り、順番を待つ必要があります。上位ドリュースタジオが本当に急速に成長しすぎたことを示している。しかし、このネズミの迷路から逃れる方法は複数あると聞いています。いろいろ聞いてみます。ハドソン・ドイル。そうなんですよね。ネイサン・アーチという人が一応社長っぽいんだけど、ジョーイという人がね、作り上げてきた、会社なんですよ。で、そのジョーイという人はね、もう亡くなっているみたいなんですね。カードエクスチャージ。まあ、いっか。カードね、結構持ってた気がする。ここね。まだ今体力は満帆なので。ああ、ここもチャージして開けなきゃいけない。戻ってチャージするか？これは？サーチ。特に何もないね。これ動かしそうだな。あ、グーフィーもどき。引くか。で、まあ、パイプ以外にも、今ね、主人公がね、インクにまみれてるんですけど、こういう能力的なところもあり。あれ？とても面白いですね。あ、向こうからか。ああ、ここも、なんかありそうだが、チャージしないといけない。で、向こう側に来て。すごいな。たまにやっぱグリーンってなるんだ。これはハイドと。で、この世界ね、アニメーションスタジオの方から、ウィルソンという人からね、インクの世界にオードリーを連れてこられたというか、でこの世界にいるんだけど、あ、ハイド、今のがインクデーモンですね。でインクデーモンにはかなわないので、とりあえずハイドしなきゃいけないと言った状況ですね。こいつは復活するのかい？しないのかい？さあ、さらにエレベーターで、今上に行ってるのか？どうなんでしょう。まあこのなんかアニメーションの世界みたいなね、この世界観もすごくいいですよね。あとはサバイバルホラー的なね、敵と戦ったりとか、そういったアクションもあるので。あとはもうびっくり要素的なね。あら。止まりました。
ん？あ、いけんのか？いけないよね。あ、無許可の地上エレベーターが使用中です。手動リフトイジェクトが作動しました。なんか落ちてるっぽい。いや、そんなことないか。あ、落ちたな。急に落ちた。エレベーターの底が抜けたみたいな感じだったね。どうなったんだ。あ、なんだなんだ、これを。あ、あ、めっちゃいる。見て、まだいるか。これ一生来るな。一生来る。ちょっと待って、体力が。これか？一生来るな。体力いくらあっても足りねえぞ。どういうことだ。あいつらが出てきている。これを壊さなきゃいけないのか。違うな。これなんだ。あ、コーヒーがある。とりあえずスイッチ。なるほど、何回か叩かないかん。みんな逃げてった。おー、ボスですね。コーヒーチケットがあるな。あぶね。真ん中。あ、逃げた。あ、やばい。オッケー、いるね。まだいる？あれ？いて。あ、来た。なるほどな。あぶね。オッケー。ちょ、コーヒー、コーヒー。いて。このおちびちゃん。おちびちゃんたち。よし、来た。まあ、なんとなく分かったね。あ、パックンチョ知りましたね。戦い方これで勝ったのか。これは、あ、電気を今充電できたのかな、おそらく。なるほど、今のボスなのか。小ボス戦だったね。さらに置くとコイン。あ、ドーナツ、体力回復ぐらいかな。トーク。アリス、アリスいる？そこにいるの？アリスというね、女性がいたんですよね。どこにいるの？
わかんない。暗いと。そこにウォルト？あなたを見つけるために来ている。ウェイトっつった今。あ、手が震えている。アリスが迎えに来ようとしてくれているのかな？あ、チョコレート。あ、ベンディ。またベンディ。まあタイトルにもあるあのベンディというのは、まあ主人公オードリーも描いている、まあこのスタジオのメインキャラクターになるのかな？なんだけど。これね、微妙なんだよな。位置的にね。さっき別れにちゃったけどな。あれ？おかしいな。こっちか。壊してさらに下に行くのかな。さあ、あのベンディはね、ちょっとオードリーを怖がっちゃったんだよね。左手で触った時に電気が走ったのか、かなり怖がって逃げてったんだけど、今はそうだね、怯えて逃げてって感じ。あれ、上位全員に特別な何かがあると信じてる。あなたは誰？私を知らないの？よく見てください。あなたじゃないの？少し散歩しましょうって言ってるね。見せたいものがある。上位っていうのは死んでいるはずなんだが、これか。さあ、上に来ましたが。ついてこいよ。この古い場所は驚きに満ちているみたいな。私はここで長い間働いてきた。ドリューさん、ここは何ですかって。このスタジオ、これらのモンスター、私は夢を見ているの？サイクルだよ。インクで汚れた悪夢は永遠に繰り返される。鉛筆と夢だけで、ゲントコーポレーションの助けを借りて。調べてみると、下界と並行して存在している。しかし、時の更新から完全に取り除かれた。そして、レコードのように何度も何度も再生され、崩れ始め、すり減っていく。このスタジオは間違った道を選んだ記念碑。今、復讐のための、闘牛だったのか。私は知らない。私が解決すべき、なぞなぞです。誰かがここにあるものをいじっている。水たまりから悪いものが現れ始めた。私のペンから出たことない邪悪な生き物、最悪自らキーパーと呼んでいる危険な致命的な人々。下水道のすぐ先にある古いゲントワークショップを乗っ取った。その場でサイクルを凍結する。スクリプトを変更する。あなたが探している答えは何でも。まあだから上位の意図するものじゃない悪い邪悪なものがこの世界をはびこってしまっているっていうことなのかな。だからそれを見る必要があると。すべて偉大な物語は謎から始まります。最初は暗いかもしれませんが、真実はあなたの道を照らします。あなたが誰であるかを恐れないでください。自分がどうなるかだけを恐れ、それを追い払いなさい。あなたの親友。
じゃあ上位は別にこの世界の存在は知っているというか、まあ、自分が作り上げたのかもしれないけど、モンスターがいるのは意図してないのかな。決して忘れないでください。あなたがここにいるのに理由がある。オードリー、必ず理由がある。理解できなくてもこの世界を作ったのはあなたです。私はただの記憶です。かっこいいな。あー、ジョイのお墓だ。この悪夢の世界にジョイのお墓があるの。ベンディも掲げている。まあ、確かにベンディ自体は悪いやつじゃなさそうというか、ただただ怯えてる可愛いキャラクターなんだよな。だからインクデーモンとかそういうのは誰が作り上げたのかって話ね。決して希望を失わないでください。迷った時あなたが求める答えは大抵近くにあります。私たちは皆過去や夢や幽霊を持っている。しかしそれらの幽霊は私たちに前進の道を与えることができる。あなたの最高の仲間。やっぱネイサン・アーチ怪しいよね。あ、いなくなっちゃった。あー、またレバーかな。ちょっと待って、下にもまあ一回上げてみるか。ん、あー、下の通路が開いたね。ここに、あ、テープレコーダー、これはダークプレイス、グレイス・コンウェイという人のテープですね。私は闇のファンです。私は、あ、それはちょうど私にアピールしている。昔のノーマンがよく言ったように、人は影に隠れると本当に自分らしくなります。あの不気味な男はいつもこの場所について語るべき話を持っていた。しかし彼も知らなかった細い狭い道路、通路をいくつか見つけたと思います。私は見ることができます。私は聞くことができます。盗むこともできます。そして誰も私を見たことはありません。私はただの幽霊で、壁に、暗闇の壁に住んでいる。グレイス、ん、なんだこれ、幽霊なのか。あー、チャージができそうだけど、下にチャージがあるのかな。ちょっとチャージしとくっていうのもありだね。さあ、このジェントパイプに。電気をリチャージして。さて、ここ、あ、後ろもあるな。あ、これはあれか。なるほど。つながったってことね。さらに上。不穏な音が。向こう側にまたテープがあるな。ない。ハイドサーチ、はい。こちらはまた何か、あー、向こうにレバーがある。ここは向こう側には行けなくて、はい、セキュリティロック、ハイドか。セキュリティロック。どっか違うとこから向こうの。ああ、行けそうだな。これ下はまだ行っても意味ないね。何もなし。
りあえずハイドができて、これなんだ、壊せるんだ。ああなるほど、コインもあるな。こちらは、下水道の歌、ジャック・フェインという人のテープですね。ミュージシャンになるときは自分のインスピレーションに従わなければなりません。機能することが分かっているものに固執する。しかし彼らが新しいスタジオの建物を建てたとき、それらは古い下水道にある私のオフィスを埋め尽くすほどでした。結局のところ私はその嫌な状況で働くことに慣れてしまったので、今では私のオフィスが臭くなくても私が書いた歌詞は匂います。だからジェントが彼らの場所と私たちの場所の間に巨大なユーティリティシャフトを掘り始めたとき、私が引っ越すのにちょうどいい場所だと分かったのです。このスタジオと下水道の話をしているけど、どういうことだ。ここに住んでいた人がいるのか。まだ開かないよね。こっちはまだ来ていないな。まだパイプ充電して開けてないので、やば、ちょっと待って、これね、インクデーモンが来る時のモーションですね。この状態で外にいると、インクデーモンに一発死させられます。彼らはこの大きなトンネルを設計して、新しいジェントビルディングと上位ドリュースタジオを結びました。トンネルとスタジオが結ばれたんだ。その間で労働と部品の流れを維持します。彼らがここで実際に何を作っているか完全には理解していなかったと思います。作業員が、道を作るとき、通るときは中央のダクトをオーバーフローに排出する必要があります。それらがなくなると再び洪水になります。エンジニアではなくても誰でもできます。しかし重要なことは、すべてのダクトハッチがすべて開いていることを確認することです。それらが開くとオーバーフローは2つのダクトの間を行ったり来たりすることができます。単純なことですが、自分で作業する場合は少し複雑です。マンシー・ダーンという人だね。なんで繋げたんだろうって感じだけど。とりあえずここが開きますと。ああ、セキュリティ。オーバーライド。ここ現状これが満水なんだよね。お、コインとだけか。オーバーフロー。とりあえずこの水がなくなってくれて、これ下に行くのか。これハイドだね。なんかあそこが光ってるな。これでも下行ったら戻れなくない？まあいいか。オープン。あとはしご。あそこをオープンにすると抜けていくのか。チュアもないな。で、セキュリティなんとかがいた。あ、待て。行って、マジ急に大暴れですね。
こう、あ、いたね。あ、またパワーアップできる。よかった。これは手の力ですね。スタミナとか体力とかが上がります。ヘルス、スタミナ、ヘルスマックスにした方がいいね。よし、とりあえずこれで、まあこれはこれでいいんだけど、ストーリーとしては進んでないな。ハイド、ほんで向こうに行きたいけど、ドアがあるな。なので多分こっちから何かせんといかんのか。オープンさせて、もう一回水を入れなきゃいけないのか。どこでそれができる。これセキュリティオーバーライド。でこっちはもうないか。向こうかな。あー、増水させて、はー、インクデーモンが、今あそこの下の一回開けたことで向こうに繋がったのか。あー繋がったね。あーなるほど、これいけるのか。いけないです。あれ登れない。これは死だ。たまれ、たまんないか。あぶねえ。向こうに行きたいけど、ここは、まあでも、分かった。時間かな。増水している溺れない間に走って向こう行けってこと？一回ドレンさせてオーバーフロー、オーバーフローじゃないな、ドレンさせて、似合うのかこれ。無理だな。あ、これか。何を今更言ってんだって話だな。オッケーオッケー。ふん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 。んで。あ、下が開いたのか。おそらく。お、おい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 。ミリだぞ、体力。あれ？どここれ？ああ、ここ？
逃げて、ああ開いてるね。いや面白いですねこのパズル的要素。あ、なんかある。こちらは、私たちは隔絶された壁の中でアモックが降臨しています。滴り落ちる地上の世界の雫は彼の支配を止めることはできません。アモックの手に逆らう者は体を押しつぶされ、足元の忘れ去られた下水道に通じる細いパイプに送り込まれる。これって能力くれたやつのパイプのことかな。それらのトンネルはこのトンネルよりもさらに深く、さらに暗い。そこには苦しみしかありません。しかし誰かがアモックを倒し、彼を倒した場合、私たちの小さな王国は征服者のものになります。これがアモックの不死の秘密、王位を継ぐ、名を継ぐ。まあ、倒したものがそのアモックと呼ばれると、あ、やば、あ、やばい、あるか、いや、ない、マジか。さあ戻ってまいりました。先ほどと違う逆側を登ってったけど、コインでしょ。体力がないんだよな。ハイドができて、あ、こっちはいた。あれ絶対生きてますよね。見知らぬ人が私たちに近づいている。殺せと。え、あ、ついに動き出した王が。あ、こう、そういうこと。私が王になったってこと。アモック、ここにアモックって書いてある。確かに渡す。ここにいろと。渡すはいいです。さて、あ、なんかある。ジェントエマージェンシーシャフト、右側 R だね。左もあるってこと。あ、開いたぞ。なんか王様になった。どうも。あら、あらら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 、あれれれ、あ、カードもくれるの。あ、だだだだだだ、ん、あらら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 、どうした、ボーナスタイム。どうも王です。右側が OK ってことだね。あ、じゃあ左側に行かなきゃいけないのか。あー、ここでね、一回じゃあジェントパイプの方にエネルギーチャージして、かっちょいいな、何回見ても。左側って、あ、これか。あ、ミスったー。
向こうにいるな。真実が明らかになるにつれ、あなたの心が見えます。君の運命は、君は運命を受け入れるだろうと。終わりの前に。そもそもあのアモクっていうのは、まあ支配してた人たちなんでしょう、この世界をね。もう襲ってこないってこと？そんなことはないよね。え？ダメだ、開かない。オールトレインズ。ストリートイグジット。アッシティビルドオンブロークンドリームス。この世界は何って？この場所の大きさは？あら？Oh, it's you. Where did you come from?どこから来たのって。Look, 見て、I'm sorry about earlier. 先ほどは失礼いたしました。あなたを傷つけるつもりはなかった。傷つけたいと思いませんよね、と。 Good. Let's be friends then, okay? じゃあ友達になりましょう。 you and me? あなたの名前は、awesome. Maybe you can help me. 多分あなたは私を助けることができます。 What's wrong? Is it a bad どうしたの、ここは悪いところですか。大丈夫です。私はあなたには何も起こらせません。一歩ずつ進んでいきます。あなたと私だけ。何が見つかるか見てみましょう。リチャーズ・ジェント・ビルディング。セントビルを探す。あ、ここでチャプター3終わりだ。かわいい仲間ができましたね。一緒に戦ってくれるのかな？あー、ついてくる。なるほど。めっちゃ可愛いやん。めっちゃ可愛いな。うわ、この真ん中の丸いらねえな。はい。ということで、今回はチャプター3ということでね、やってきましたけれども、そうだな。アモックという存在、そしてその王に、まあ、倒した人がそこに居続けるというか、ただ、オードリーはそうではなくて、外に出てきている。で、なんだ、アニメーションスタジオから、地下トンネルがつながり、何かをそこでしてたんだけど、何をしてるのかは正直ちょっとまだわかんないのかな。あ、青。ごめんね。ということで、このビルには何があるのか、この世界はどういうところなのかっていうところが、次回につながっていくんじゃないかなと思います。ということで、今回この辺で終わりです。皆さん、良き夜をお過ごしください。Thank you.